ありがとうございます。あ、復興So, when you want, it's not like that. It's not like that. Boom. This. Yes, yes, yes. We have to. その肘のところをですね、ちょっと上に上げるように、1、2、3のところでその肘をですね、こう上に上げるような形でかけてください。まあ。さあ、アドバイスをくださったパッキャオ選手ですが、今グローブをはめてますね。この後パッキャオ選手がまた見せてくださるということで、ありがとうございます。こんな感じです。It's not like this because once your opponent go like that, you cannot hit anymore because you hook like this. But if you see, even he go down, then you can. なんか下に下がってもですね、やはり今こう上からやった方のが多分当たりづらいって、やられづらいというか。So that opponent has a difficulty to hit if you know do like this. So this is how I mean if you know. So 下に行ってください。そうすると、でもこういう感じでやると当たります。多分それが言いたいんだと思うんですけど。これだと相手に当たると。もう一度井上選手。So once again from Mr. Inoue。ありがとうございました。なんとなんと生で。デモンストレーションを見せてくださいました。どうもありがとうございました。Thank you and I hope I can teach more techniques and strategy. One day I'm gonna go back here and then I will train also with members of this gym and then I can teach them, I can share my そうですね、また戦略というのをいろいろ皆さんに教えたいと思います。私またこちらのジムの方に戻ってきた時にこのジムのメンバーにいろんなやり方というのを教えたいと思っています。ありがとうございます。では改めてになるんですけれども、最後にマニパキオ選手、日本のファンの皆さんに向けても一言メッセージを頂戴したいと思います。So, Mr. Pacquiao